こんにちは。今回は縄編みの模様を紹介します。おばあちゃんの編み方で編む縄編み模様です。このように縄編みの間に2目ゴム編みが入るととても伸縮がよく、マフラーなどにも素敵な模様になります。立体感もありますのでおすすめします。最初の編み始めのところは2目ゴム編みです。そして間に縄編みを入れて、また中心は2目ゴム編みです。2目ゴム編みを編んで、縄編みの両脇は裏編みです。そして表編み6目で縄編みを作ります。そして端も縄編みではなく2目ゴム編みで編みますので、編み地も丸まってきません。編み図で説明します。この編み図は表から見た編み図ですので、裏から編むときは反対に読みます。今回は作り目を38目作りました。1段目は作り目ですから編み図には載せておりません。そして2段目から編み出します。表編み2目、裏編み2目、表編み2目、裏編み2目を編んで、次は表編み6目で縄編みを編み、裏編み、表編み、裏編み、表編み、裏編みと2目ゴム編みを入れて、また縄編みを入れ、次も2目ゴム編みで端を編みます。これを7段目で右上3目交差という縄編みにしていきます。6目の表目の右側を交差します。そして次は8段ごとに縄編みを入れて、立体感のある縄編みを編んでいきます。この編み地は縮まずに少し伸ばしますと、この編み図の形になります。ゴム編みと縄編みですから伸縮性もあります。そしてこれは裏側はこのような形です。伸び縮みする編み地になります。この縄編みは右上3目交差という縄編みの編み方です。ここが右上3目交差の記号です。表編み3目を右側の表編みを上にかぶせて、下側の表編み3目は左側の表編みを下にして、右側の表編みが上になります。では編んでいきます。両端は2目ゴム編みになっています。そして真ん中も2目ゴム編みです。この表編み6目のところに縄編みを編み、また最後も2目ゴム編みを編みます。今回の編み方はおばあちゃんの編み方です。おばあちゃんの編み方は外れました。表編みは正面から向こう側に針を刺して、向こう側の糸を手前に拾ってきます。正面から向こう側に針を入れ、糸は手前に拾って引き出します。裏編みは右から左へ針を入れ、糸を下から右に引き出します。針を右から左へ入れて、糸は下から右に引き出して裏編みを編みます。次は表編みですから、正面から向こう側に針を入れ、手前に引き出して、正面から針を入れます。裏編みは右から左針を入れ、
下から右へ糸を引き出します。これはおばあちゃんの編み方の裏編みと表編みです。そして次が縄編みを編みます。この縄編みは右上3目交差という編み方です。この針を使って縄編みを編みます。右側の3目を別に先に取って休ませて、左側の3目を先に編み下に入れます。まず右側の3目を別に取って休ませておきます。そして左側の3目を先に表編みを編みます。この表編みも正面から針を入れて表編みを編みます。そして左の針は後ろにして休ませておいた右側の3目を次に編みます。表編みで右側の3目を編みます。これで右上3目交差が編めました。このような形で交差して縄編みになります。右側の3目が上に交差しました。次は2目ゴム編みですから、目が出ているのと同じ編み方で裏目が出ていますので裏編みを編み、次は表目が出ていますので表編みを編みます。2目ゴム編みは出ている編み目と同じ編み方をしていきますので、あまり難しく考えなくてもいいと思います。これはおばあちゃんの表編みと裏編みの編み方です。次は裏編みです。これで2目ゴム編みが終わりました。次がまた縄編みを編みます。右側の3目を別に取って休ませます。そして左側の3目を先に編みます。左側の表編みを3目編んで、左の針は後ろにして手前に休ませてある右側の3目を編みます。これで右上3目交差の編み方ができます。右側の上の3目が交差しました。右上ですから右側が上に来ます。次は裏編みです。次は2目ゴム編みですから、見えている目と同じ編み方で表目が出ているときは表編みを編みます。裏目が出ているときは裏編みで編みます。これは2目ゴム編みの編み方です。これでこの段で右上3目交差ができました。次は編み地を裏返して裏側から編みます。最初は裏編みですから裏編みを編みます。おばあちゃんの裏編みはフランス編みと違って編みやすいので、フランス編みの裏編みが苦手な方にはおすすめします。そして慣れるととても早く編めます。おばあちゃんの裏編みです。次は表編みを編んで2目ゴム編みを編んでいます。2目ゴム編みができました。次は交差したところですので、このように交差しましたので
糸が少しつれていますので編みにくいです。裏編みを編んでいきます。前の段で斜めに交差してありますので編み目が少しきつめになっています。糸を引きながら編んでください。次は2目ゴム編みです。真ん中の中央の2目ゴム編みを編みます。表目が出ているときは表目を、裏目が出ているときは裏目を編んで2目ゴム編みを編みます。2目ゴム編みの編み方は別にアップしてありますのでそちらをご覧ください。2目ゴム編みを編みます。そしてまた中央の2目ゴム編みが終わり、次はまた交差したところになります。交差していますので編み目がつれていますのできついかと思いますが、編み目をきちんと拾いながら裏編みを編みます。もう一つ裏編みを編んで6目の裏編みを編みました。次は2目ゴム編みです。表編みは表編みに、裏編みは裏編みをしていきます。見えている目と同じ編み方をしていくのが2目ゴム編みです。最後は裏編みです。裏はこのような編み地になってます。右上3目交差の縄編みがこの部分です。糸が少しつれて編みにくいかもしれませんが、この交差することでとてもボリュームのある縄編みができます。